前が俺を苦しめているのか。分かったぞ。お前を八つ裂きにすれば苦しくなくなる。そうだ、そうだよ。そうに違いない。待ってて、今楽にしてあげるよ。マーニン、マーニン、マーニン、アクセル。バウンティーハンターそのものが変わってしまった。僕の知っている仲間はもういない。アクセル、みんなは自分たちのパワーアップのことばかり考え、僕はひたすらデータ集め。最初はみんなのためと思っていたんだけど、やり方がどんどんひどくなっていって耐えきれず逃げ出したんだ。それと、ん？それとなんだ？なんでもないよ。でもおかしいんだ。レッドアラートには DNA データを使ってレプリロイドをパワーアップできるような技術を持ったやつはいないんだ。どういうことなんだ？
ロードアタッカーズの残党か。てめえ、あんな雑魚と俺のチームを一緒に仕上がる気か。許せねえ。なんだ、ロードライダースの方か。ブヒー、てめえ、重ね重ね。上等だ、オラ。マーニン、マーニン。さすがだな。誰だ、出てきやがれ。君たちはイレギュラーハンターを邪魔だと思わないか。彼らのこと、何を言ってやがる。イレギュラーハンターだと。確かに気に食わないが関係ない。俺たちは俺たちだ。勝手にやる。失せろ。大体お前何者だ。私か。そうだな、君たちの良き理解者とでも思っていただいて結構。
テル。スパイルアップル。スパイルアップル。
北のひよっこ。じいさん、そろそろ引退した方が良かったんじゃないの。ハンターとして認められてもおらんひよっこが知ったようなことを。な、ちぇ、相変わらず何でも見通しなんだね。もちろん、お前がここに来た理由も知っとる。知っててここにおるのはなぜじゃと思う。敵を知り、己を知ればかい。まったく嫌なじいさんだ。全力で来るんじゃぞ、ベータが来るんでな。うん、助かるよ。こっちも手加減は苦手だからね。
彼の能力は素晴らしいな。あんたか、脅かすなよ。彼の能力ってアクセルのコピー能力のことか。全くだ、原理は全くわからないが重宝してるぜ。奴のおかげで俺たちの仕事がはかどる。しかしこのままでは宝の持ち腐れだな。なんだと？それはどういう意味だ。私に任せてみる気はないか。
Thank you.
X7